名称の由来となった広大の祖でもあるボアソナード・ボアソナードタワーは法政大学市ヶ谷キャンパスの校舎で東京都千代田区富士見2丁目にある超高層ビル。2000年に法政大学創立120周年記念事業の一環として53年間と第258年間の跡地に建設された建築物である。千代田区富士見一帯の中で随一の高さを誇る。 建築物であり、法政大学、市ヶ谷キャンパスのシンボルとして、学生の間では、ボアソと称され、親しまれている。建物のカラーはグレーとホワイトを基調とした、落ち着いたデザインで、市ヶ谷駅方は全面に突出した形状に、タワー上不足メニエ、法政大学と掲げられており、一方、飯田橋駅方は最上部より、下がくぼんだ外観に、タワー状不足メニエ、ローマ字の、 個性をデザインしたシンボルマークが掲げられている。隣接する55年間にやや食い込む形で建設されているため、25階以下は55年間の橋を取り囲む複雑なフロア形状になっている。建物内には法政大学のスクールカラーであるオレンジとブルーが多く用いられている。 国内学校法人所有の建築物としては、モード学園国運タワーモード学園スパイラルタワーズ、工学院大学新宿キャンパス高層棟に次いで4番目、国内大学の建築物としては2番目の高さである。付近一帯には、ボアソナードタワーのような高層ビルが存在しないため、最上階からの展望は素晴らしいものがある。新宿、丸の内、潮止めの超高層ビル群や、 天候が良ければ、横浜ランドマークタワー、富士山、房総半島の山々、筑波山を望むこともできる。26階スカイホールの大黒幕を開くと、大きなガラス張りのウィンドウが現れ、目の前に東京スカイツリーが見える。名称は、大学内の公募によって決定された。名称考案者は、コピーライターの勝浦正彦である。法政大学の祖であり、 同大学の前身である東京法学校の教頭として就任したボアソナードに由来している。キャンパス内の教室案内では頭文字を取って BT と表記される時もある。日本一高い大学専門学校のビルはスタディスアプリ2019年12月14日閲覧ありがとうございます。